マルク・ソーテはフランスの作家、教師、翻訳者、そして哲学者である。彼はパリ政治学院の哲学者だった。ソーテはもともとはトロツキストだったが、ドイツの哲学者、文献学者のフリードリヒ・ニーチェに関する2冊の本を編集した。ニーチェは彼の時代の先駆者だったのだということをマルク・ソーテはとりわけ強調した。 総手は1990年から1991年頃にパリのマレという中3階級居住区域でビジネスマン相手に哲学相談サービスを行い講師としての正規のアカデミックな仕事を始めた。彼は哲学診察室を開業し相談料は1時間あたりおよそ200フランとした。この額は当時のプロの精神分析医の料金とほぼ同額だった。 これは、想定にとってはうまくいった事業ではなかったが、このことは、彼が1992年にパリのカフェで一般市民向けに形式ばらずに哲学的に試作する場を立ち上げることへとつながった。彼は、この運動をソクラテスのカフェと呼んだ。この呼び名は、彼の1995年の著書のタイトルとなった。想定は、非常に漢字の良い人物で、他者に、 かなりの影響を与えたようである。彼は自分の哲学カフェがあらゆる人たちのためのものとなることを望み、そしてカフェが学歴に関わりなく表現の自由を奨励することを望んだ。彼は権力、お金、ないしは宗教がカフェでの議論に影響を及ぼすことを望まなかった。彼はカフェでの会合でソクラテス式問答法を復活させたいと願った。自分は 客が自らの思考を組み立てるのを手伝っているのだ、と彼は述べた。客の疑念を養い、正しい問いを持ち出すためにカフェにいるのであって、答えを与えるためにいるのではない、と彼は言った。総うては自分の仕事のことをフロイトに習って医療の一種の業務とみなした。彼は道徳が悪化しているヨーロッパ文明を治療したいと願った。彼は国際的なイベント、 とりわけヨーロッパでのイベントに熱心に従事した。ソーテは人々の日常の問いやアイデアを生み出すことを望んだ。1992年にソーテは哲学カフェを設立した。ありがとうございます。